はい、今回はこんな感じのトラックとトラックを合成して切り抜きを行うトラックマットの使い方をご紹介していきます。まずメディアジェネレーター単色でカラーを配置します。赤、青、緑を配置して、順番を赤を一番下に配置しておきます。これで上から青、緑、赤というふうに配置されています。この状態で一番上青のイベントパンクロップを開きます。画面の表示域を下にドラッグして移動します。するとこの青の画角表示に対して青色が上半分にあるので、この実際のプレビューも青が上半分映っている状態となります。青が上半分だけ映っていることで、下半分にこのトラックレイヤーの下の順番にある緑が出てきている状態となります。そしてこのトラックマットの考え方は、この例えば青の表示部分で緑を切り抜くといった形となります。そのためにこのトラックとトラックをミックスして合成する必要がありますので、ここで緑のトラックですね、これをコンポジット、この作成をクリックします。するとこれが異なり、一つのトラックの中に二つのトラックがあるといったミックス合成の処理となります。元に戻すには親の作成をクリックします。これで元通り一つずつのトラックに戻りました。もう一度緑のトラックを子に設定します。これで一つの状態になってますね。この状態で青のトラックのコンポジットモードをクリックします。切り取りに変更するとこんな感じですね。青が表示されていた部分で緑を切り抜いて、下の赤が表示されているという形となります。ですのでこの表示位置を変更すると赤が映る範囲が変わってきます。これがトラックマットの基本的な考え方となります。では実際に使って制作を行っていきます。まず白の背景を配置しておきます。そしてタイトルおよびテキストで文字を配置します。トラックマットとして色を入れておきます。フォントも変更しつつ、サイズも変更します。こんな感じとしておきます。そしてこの文字に動きをつけていきます。イベントパンクロップを開いてアニメーションをつけていきます。同期カーソルにチェックを入れておきます。するとここのカーソルとタイムラインのカーソルが同期します。このセンターにある状態の決め位置のキーフレームを後ろに移動します。そして0秒の時に文字が下にあるようにします。こんな感じですね。キーフレームを両方とも選択して右クリック、スムーズにチェックを入れます。これで動きが滑らかになります。遅いので後ろのキーフレームを前に移動、こんな感じですね。そしてこの文字のアニメーションに対して単色赤を上に配置します。イベントパンクロップを開き、先ほど入れた同期カーソルのチェックを外します。そして位置を変えていきます。ちょうどこの文字の決め位置の文字の下ですね、この辺りに配置しておきます。するとこんな感じとなります。そしてこの文字を赤で切り取ります。ですのでこのまず文字のトラックをここに設定します。
そして赤のコンポジットモードを切り取りするとこんな感じの表現となります。これがトラックマットの基本的な考え方となります。単純にレイヤーの形でレイヤーを切り取るといったことなのですが、ちょっと凝った表現を作ろうと思うと必要になってくる機能ですので、いろいろと試して触ってみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。